松潤さん、こんばんは。メッセージありがとうございます。これね、この動画ね、松潤さん以外にはあんまり面白くない動画だと思うんですよ。その辺他の視聴者さんすいません。本当は限定公開で松潤さんとワントゥーワンでやるべきなんでしょうけども、あえて私はね一般公開にします。まあ、そうするとね100名以上の方がやっぱり見に来てくださるんですよね。私がね一人の人にどういうことを語りかけるのか、ぜひね、まあシチュエーションとしてはファミレスで松潤さんと私が2人で喋ってるところを、まあ聞き耳を立ててるみたいなね状態で見ていただければと思います。そして松潤さんはねずっと公開限定だったんで、私がねもう片っぽ喋りなんですよ。松潤さんが何を言ったのか皆さんには分からない中で私だけがこう返信してるみたいな感じで、ちょっとおかしいな感じになると思いますけども、明日からね一般公開されるそうなんで、ぜひそのやり取りをどんなもんか見てください。松潤さんもねしっかりと顔出しでミュージシャンとして長崎を紹介する曲をやってくださるそうですよ。まあ曲のテクニックとかじゃなくてマインドをやってくれると思うんですけどね、多分この辺は多くの方にも参考になるところではないかなと思います。それではですね、オープニングテーマを歌わせていただきます。激しい雨が降る、壊れた瞳に。これ安全地帯の曲なんですけども、どっちかというと井上陽水寄りですねこれはね。これなんでねこんなことを言うかっていうと、やるかっていうと、これ実は松潤さんは安全地帯が好きだってことなんですよ。で今私歌ったじゃないですか、このね顔まで変えて本人になりきって丸コピーで歌ってる、まあ、丸コピー全然してないんですけどもね、この感情なんですよ歌っていうのはね。ステージに立つと上手な人なんだけども突っ立ってただ歌ってるだけっていう人もねこれいるんですよね。で私もねたくさんのライブをさせてもらったりとか、若い頃ね、で最近は三味線とか民謡の舞台をやらせていただいたんですけども、上手な人ってねこう体全体とか表情、眉毛、まつ毛、口もそうですし鼻、耳を使って全部がねこう躍動してるんですよね。でそういうところに引き込まれていって、なんかね見てるうちに聞いてるうちに曲を聴いてるうちに、ね、なんかねその花畑がパーッと浮かんだりね、昔の風景がバーッと来たり雪がバーッと降ったりとかして、時にはね雪が寒いみたいな感じで客席に伝わってくるんですよ。これは何なのかなと思ったら、やっぱりねその人の表現力なんでしょうねきっとね。でテクニックっていうのはハウツーとかね、テクニックっていうのは結局この心の奥底にあるマインドをね、気持ちの面を表現する、精神の表現をするツール、道具にしか過ぎないんですよ。テクニックってのはいろんなところに紹介されてますよね。でもテクニックをいっぱい身につけたからといって、じゃあそのテクニックだけで人の心を動かせるかって言ったら動かないんですよ。動かない、なぜなら自分のこのテクニックの奥底にあるものがテクニックやハウツーに乗っかって視聴者さんに届くからなんですよね。まあ、ですんでね、本当に苦しい思いをした方がその本当に苦しい思いを表現すると、本当歌いながらねこう歌い手の涙も流れてくるみたいなね、で聴いてる人もつられてこうちょっとこう泣いてしまうみたいな、そんな感動する曲っていうのがたまにあるんですよね。長渕剛さんとかね、もう亡くなった尾崎豊さんとか、あの僕が僕であるためにとかね聴いてたら、なんかね自分のことを歌ってるみたいで、もう胸がかきむしられてね、でついついこう涙が出てしまったりとか、CD 買ってしまうとかね、なってしまうんですよ。未だにそうですよ。でその気持ちのまんまカラオケ行ったらソース感食らうというね、あれはねカラオケでやるのはすごく勇気がいりますね。尾崎豊さんの曲をカラオケでやったら大体のやつがイメージが壊れるからやめろって私なんて言われちゃいますけどねまあそういうもんで、本当歌っていうのは表現力、表現方法によってそのマインドが出たりとか出なかったりするんで、まあ精神がね本当整っているのが一番大事なんですけども、でもやっぱりねある程度テクニックとかハウツーがないと、せっかくのピュアな音源とかね作り手さんの精神が、まあ、歪んでしまうこともあるんで、ここはねちょっとね人の曲であればあるほど丁寧に歌わないとなといけないと思うんですけども、だったらお前安全地帯歌うなよって言われそうですよね。これなんでね今までこの話全部前振りなんですけども、これね今ねなんで今日はこういう動画を撮ったかってことをちょっと言いましょうか。それはですね、私は歌は歌わないんですよね、人前ではね。まあ民謡は歌いますけども、でもこの YouTube で歌を歌うこととかないんですよ。楽器を演奏することはないんですよ。でもですよ、私は YouTube っていう作品を通じて世の中とつながってますから、いわゆるね YouTube のプロの意識は持ってるんですよ。まあ、ですんで全ての表現力を叩き込んで YouTube を撮ってるんですよね。でこれ松潤さんにメッセージなんですけど、松潤さんは失礼ながらちょっと表情の変化が少ないんですよ。
声の抑揚もいまいちなんですよね。いまいちです。ですのでここをね YouTube やるときに強く意識していただいて、まさに松潤さんのステージが YouTube ってところに今変わったんですよ。ですのでね、指の1本とか髪の毛の1本まで全てを自分でコントロールして、自分の思いをね視聴者さんに届けるつもりで、カメハメみたいですねこれね、届けるつもりでぶつけてほしいなと思うんですけどね。私喜怒哀楽が今日は特にはっきりしてるでしょ、特にだからここまで見てくださってると思うんですよ。まあ離脱された方はすいませんけども、まあこれがね今回の教材です。私が自分の身をもってなんで YouTube がね続いているか、それは私はね YouTube、 自分の YouTube の一番のファンなんですよ。もうナルシストみたいなファンなんですよ松潤さん。だからね CD を久しぶりに聞いたら、ご自分の曲をね聞いたと思うんですよ。私まだ聞いてないんですけど、これ撮影終わったら聞きますから。松潤さんね久しぶりに自分の曲聞いて、あいいなって思ったはずなんですよ。自分の曲大好きですよね。だったら一番大好きなものをもっともっと世の中にぶつけていきましょう。松潤さんの曲は知らせなければ人は知ることできないんですよ。で松潤さんの曲を聴いた人がもっと聴きたい、なんかすごく幸せな気持ちになったっていう風な、そういう経験もされたと思うんですよね、トークの中でありましたけども。でも松潤さんが自分自身の曲を出すことをやめてしまえば、幸せになるチャンスをいろんな人から奪ってるんですよね。だから罪作りですよ。 CD 聴いてないなんて、聴かせてないなんて。これから CD 聴かせていただきますからね今日は特にね、表現すごくけばただしくやらせていただきましたけども、こんな感じでちょっとオーバーなぐらいでやってちょうどいいと思いますんで、松潤さんよろしくお願いします。今回の動画はね、身をもってね、私ね、カリキュラムを作るつもりで やらせていただきましたからね。まあでも今までの結構動画もね、参考になったでしょ。参考に。そうなんですよ。これなんですよ。もうね、これ個別コンサルの勢いで私やらせてもらってますから、まあ松潤さん、絶対にチャンスつかめると思いますし、第一歩、第二歩、刻めると思いますんで、一緒に頑張っていきましょう。それでは、いってらっしゃい。